積もるか。ちょっとまあ取り消せよ今のことだ。ちょっと待って。刺さった。ゴムゴムのピストルでそいつを壊しました。ゴキャラシュ赤ウーピンのワタです。はいどうも、100万 VTuber ザキです。モナカ広告あるモナカです。はい、というわけでね、今日やる企画は名言麻雀ワンピース編。うぃ、将棋王に俺はなるってカードあるんですか？それはないっす。一番有名な、一番有名なセリフはまさかの非搭載です、そんなことある？もうそれ引いたら勝ちやん。ということで僕から、3枚ずつ引いていきます。はい、これカードの発動タイミングが自由です。自由です。トラップとかそういうあの魔法とかの概念がないので。見ていいですか？カードは見てもらって大丈夫です。ああ、はいやばいな、もういいもういい、イグイグイグ、これはちょっともう企画が詰まりそうな感じも。僕わりかし名言いただきましたけど、ね、俺めちゃめちゃイグイグ見せたい見せたい。これちなみに局の収録時使えなかったカードね、チェンジできるんで一応、はいはい、チェンジしたらいいもう全部チェンジで、ハイパイ見ましてですね、悪魔の実抽選というところで、まあ、1人1枚ずつ引いていただきましてね、まあ、あのここがクソでもこの悪魔の実でどんだけ化けるかわからないんで、あ、まあ、まくれるかもしれない、せーの、やばい全員能力ある。え、やば、全員、僕泣き泣きの実で泣くたびに3班加算されます。3班何ですか？スルスルの実、全員が実を食べた人に論できない。モナさんに対して誰もが論できなくなります。めっちゃ強い。はい、ダマテンもリーチ扱いになる。え、僕ダマテンでリーチになるってことですか？だからリーチしなくてもずっとあのダマテンで、で、ロンされないんですか？ロンされないです。いやでも僕あのツモツモの実ですから。ツモツモ毎週2枚積もれてるシンプルめちゃめちゃ強い。悪魔の実強い。いやだから別にそのロンでされなくても別に強い。そう、ツモはね絶対俺のこれ一番強いじゃん。よし、じゃあ普通に、はい、ツモツモの実毎週に2枚積もるってことは2枚一気にドローです。2枚一気にドローです。2枚一気ドローです。これでかいやん。で、2捨てでお願いします。やばいな、やばい、これめっちゃ強い。でね、これカードが結構あるんで割と使っていった方がいいのかなっていうのはありますね。 あ、じゃあ使います。あ、止まれ海列車。何だそれ。ツモを2枚やめてください。悪魔の実を、悪魔の実を止まれ。いやいや止まれ。見たことあるの、そんな。じゃあちょっとあれなんで、まあ今回止まってもらっていいですか？ちょっと待ってもらっていいですか？一旦ワンツモってことですね。一旦ね、はい、いやいやもうなんかパスです。パス、パス、あ、パス、あ、パスなんや。ってことはじゃあ僕のツモってことですかね、はい、あ、そうなんや。海列車を止めたね。海列車ってなんなん？止まれ海列車。これ止まれんの？じゃあこれもまた悪魔の海再開ですか？あ、ツモ、ツモっていいんすか？まあちょっと海列車弱くないですか？ちょっとやばいやばい、あの海列車止めないとやばい。ちょっと待って、早そう早そう。画面用かな。じゃあカード使います。 MH5、はい、ドンクリックに刺さますね。まあ、ゴーってついてるんで赤ウーピン持ってらっしゃる方いらっしゃいます？持ってないです。持ってないです。じゃあ赤ウーピン欲しいなってことなんで、ゴーなんでね。ただ僕が赤ウーピンの欲しいってことが分かってしまっただけっちゅう。めちゃめちゃ弱いじゃん。無駄に MH5 だけが出ていった。つもつもやばいぞあれ。いやもうやばいやばいやばい。絶対早いあれ。ちょっと俺泣き泣き食ってるけど一個も泣けてないよ。みんな全然役になってない。いやーもうわからん、行こう。うるせえ行こうになってる。なんでうるせえ行こうになってる。ちなみに皆さんワンピースどの辺まで終わりました？フランキー出てきたぐらい。ああ、ドクさん、いやもうエネル、ああ同じくソラジマス。みんな同じ。誰も新世界ってない。一人詳しいやついるよ。僕もワンピースにわかなんで。俺ギリギリイギダイ知ってるよ。イギダイ、イギダイ知らないでしょ多分。イギダイ知らないから空島で終わってるってことは。なんかさ、カードがさ、まずそもそも攻撃なんか防御なんか。なんか山ヘルの早すぎてもう終わり見えてきてる。やばい、ツモツモでツモりすぎて言う。あー、ちょっと待ってよ。ツモ、うわー、ツモるか。ちょっとまあ、取り消せよ今のことだ。ちょっと待って刺さった。ゴムゴムのピストルでそいつを壊しました。どんな理由があろうか。俺は友達を傷つけるやつは許さない。責任取るやつ。いやもうゴムゴムは許さないよ。責任取らないじゃないですかそれ。
かダメだろ。じゃあ、何やねん。助かった。リクイやん。リクイ切らなかったんじゃん。あ、いや、ちょ俺切らなくてもいいよね。かけてもいいよね。あ、それは大丈夫。取り消しただけやからね。うわ、これ言いたかったな。これ言いたかった。マジでマジ、ほんまこれ通ってほしい。これマジで言いたかった。言うてくるかな。ローテ先輩です。ちなみに何やったんですか、その言いたかったみたいな。いやチェンジかどうかがあれですからね。いやいや、もうこれもう絶対捨てる。一応なんか見せよう。いやもうこれツモって、ツモ、チンイツ、はい、イーペンコ、ハチブカイだ。ハッパ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 。友達を傷つけようとしてたから。エース急にぶん殴られましたからね。消えろ。MH5 の空気みたいにさせていただいて。交換タイムですか。そうですね、交換タイムですね。なんでちょっといろいろ見たいから交換しようかな。はい、全部買います。で、僕もじゃあ変えときます。みんな3枚取るんですかね。はい。いや、これ分からんけど多分強いわ。いやー、いやー、使い方難しいな、これ。さっきよりかはマシ。これちょっと海賊ポイント結構海賊ポイント結構取れそう。あ、マジですか。そしたら悪魔の実配っていきます。これも大丈夫。これ、あの、悪魔の実はね、能力者が死ぬとまた海に生まれるってなってるんで、もう一度シャッフルして。今の全員死んだんですね。そうです、今の能力者全員死にました。せーの。うわっ、やばっ。おい、何やねんこれ。曲げ曲げの実、はい、リーチが10番になる。ぶっ壊れてる。バケモンおるやん。いや、虫をた、いやいや、絶対食う。絶対食う。あ、別に食べなくてもいいんで、別にその最大中。虫を食べたら、お腹いっぱいになる。虫の実、虫を食べた分だけ半数が上がる。いや最大中剤になると焼けまんとなる。いやいや、もうこれは多分海賊王ポイントに考えない。虫をどんだけ食べようとも多分海賊王にやるとならないから、これは。虫虫の実食べないんか。まあでも確かになんか変色っすよ。あ、いい班でさ、他人事やと思ってる。あと、いい班で3倍マンだったらってなったら、いやね、絶対食べますよ。いやいや、12班ぐらいまで行ったらちょっと食うかもしれない。このゲーム分かってきちゃったかも。これ、リーチって言うだけ突破やからな。これ、遊戯王麻雀じゃないな、多分。そうですか、僕、あの、これ、カード作りながら、ああ、遊戯王麻雀だなって思いながら作ってました。うん、海賊を目指すゲームだな。あ、まあまあ、そうですね。まあ、ちょっと趣旨違うからな。趣旨違うから。あ、よかった。混ぜられたら、まあ、いや、ちょっとやっぱやばいんでね。あー、まあ、そうやね。能力使われたらちょっと目。そうそう、混ぜられたら終わりなんで。そう曲がる前に任しとかないと。そうだな。よし、来た。やばいこの戦争を終わらせる。いや、戦争してない、誰も。リーチ。いや勝手に戦争始めるだけだから。何の効果があるの、それは。これは、あの、海賊ポイント上がります。あ、そのポイントが上がるだけね。突破も確定してんで、この戦争終わります。いや、終わらせてきたか。え、ちょっと重ね掛けしようかな。重ね掛けしたら、ちょっとあの、腕がーの効果で何か線で出せます。どういうこと。あの、失ってるんで、これ、あの、失ってるんで。地蔵ポンポ。いや、押すよ。押してる。お前が俺に勝てるわけないだろうな。何もしてない、泣いただけやん。泣いただけやから。ロンとか言われたら分かるけど。海賊王ポイント、海賊王ポイントめっちゃある。いや、痛いだけやん、マジで。あくまであなた弱いでしょっていう意味。僕のが強いんだぞっていう意味で。ペイ、トシ、トシ、はい、じゃあ効果発動。もらっていく、ペイをもらっていく。ペイ欲しいん。リーチ、やべ、ここだった。お前が俺に勝てる。ここだった。いや、ってか、ちょっと待って、もうここ履いてんっていうか。そうです、履いてる。ちょっと待って、はい。あ、いや、飛んだこれ。投資、そう、うわ、ちょっと待って、そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。人の夢は終わらねえ。何が俺の夢は。クソくらい。クソくらい。完全に今いや、そこだった。最悪や、2枚スワンコやった。使いすぎた。死んでもや、死んでもや、死んでもやらんだから、もうこれ絶対もう。マジでつまらんかって、もなんか人の夢終わらねえでここまで行こうと思ったのに。じゃあ流局ですね。流局ですね。スワンコ積もったのにな。これ点数があるんかな。いやいや、しかも俺カードないから。ズボーン、行きたい。行きたい。
べっこの俺だけだけど点数とかいう概念がないんやけど、いやまあ海賊王にしたから大事だな、海賊王に近づくことがないじゃん終盤怒涛のやっぱりカード出してだいぶ稼いでる今嘘くらいからのシーンでもやらない1枚いこうか、あー3枚いやこれポイント稼ぎづらいな、むずいやしかもなんかごじってるしあの名言ごじってるさあ悪魔の実を配ります、配ります、悪魔の実をします、せーのよし、よちよちの実、第一つ文字に一つ役を宣言しその役を放らすると役前に、いやめちゃめちゃピンフでいいのこれ、何でもいいです、何でもいいのね、だから第一つ文字した時にまた言ってもらって OK、 僕は一応あの買い替えの実でハイパイ時に2名から3枚ずつ入れ替える、いやちょ待て待て待て見ていいの、いや一応あの見ずにです、見ずに無作為にこういくって感じですね、はい、じゃあ買い替えの実の能力いっちゃっていいですか、これ押し付けてこれ取って1枚いらねえわいらねえわ、これ押し付けてこれ取って、ああ3つ目これ押し付けてこれ取ると、全然いい全然いい、ああはいはい、で次ザキさんにこれを押し付けてこれを取る、いらねえわこれもう一回戻して戻したはいはいはい、まあまあまあ、これ押し付けて弱えこの能力僕はい能力使っちゃいましたね、じゃあ第一つもった時点でそうですね、ここで決めるんですね、はい、リーチですリーチでも潰すぞどの形でもいける、今な泣きはできなくなったからね、いらねえこのリーチ言われた瞬間に100万確定するとにかくリーチだ、何だっていい、とにかくリーチだ、ドライだね、やべえいやこれ言いたい、一個すごいのある、そうだな、この帽子をお前に授ける、俺の大切な帽子だ、いつかきっと返しに来いということで、僕は返しに来い、そうザキさんにキューピンを預けるんで2層返してもらいます、なるほど、そうです、はい、カワニね、そうです、カワニでリーチマジかー、いやーちょっと待ってくれ、あれ言いたいんだよじゃあ俺も使っとこうかな、えあの旗打ち抜け言いたいだけやあの旗言いたいだけやね、了解ってあるからさ、あ、了解、了解言いたいだけやで、さらに赤い方のドラム、やばいやばい、ドントン取らってる、ドントップ、ドントップ、ちょっと盛り上げる、なんやねん、せめてなんかドラメクルとか言えよ、かかってるんやけど、ドントップ、ドントップ盛り上げる、盛り上げる、使えそうになかったから、なんか言えよ、何も会話しない、こいつ応援ぐらいしかできない、これちょっとテンション上がってる、ドンとか、置いといてました、テンションが上がってるってないやろ、これテンション上がるカードね、いやー、ちょっときついんやけど、ちょっとこっちを使いたいんやけどさ、ちょっとなんかさ、使いにくいのよ、ただもう1個、絶対にこれ言いたいやつあんのよ、これだけ押してほしい、よちよちの実がやばすぎる、ほんまに、ちょ、マジでちょっと、あー、もう、来たらもう行くしかないよ、リーチ、やばい、やばい、リーチ、100万確定、いや、もっと上だ何いやもっと上だダブル役はダブル役はかっこいいこれはしたらそうだなグラウンド石膏で皮ぐちゃぐちゃにしますね皮をぐちゃクロコダイルの必殺で皮ぐちゃぐちゃにできるんでもしかしたらフリテンになってるかもしれない、ああそういうこと、はい、フリテンにしていけなかったどうしようこれを盛り上げるだけ盛り上げてるあじゃあはい使います敗北者じゃけーの現物着るの禁止しますもう逃げることを許しません。マジかよ、はい、もう。うわ、これやば。あ、でも取ってるか。あ、取ってない。いや、わからん。片筋。ガス。ダブル片筋。しかも俺カードないから。ズボー。やばい。なんか使って。やばすぎる。ズボー。行きたい。行きたい。ごめん、これ俺だけだけど。俺だけだけど。行きたい。わかりました。行きます。ありがとうございます。最強やってもうこれあったから余裕で盛り上げてなドントットドントットダブルヤクマ積もったんですけどどうなるんですか点数的にあでも割と懸賞金上がりましたよねダブルヤクマなんで2万4000ベリーぐらいになった必死ぐらいになってる、うん、いやーまあまあ稼いだこれ優勝やろだっていやもっと上だよいやそうやね敗北者で煽ったのに行きたいやったら無理やわ勝てへんわあの旗を打てとかちょっとしょぼいんだよなだからなんやねんなんかあんま熱くないんだよ打ち抜けんかとしてカードしてますはい、おい3枚引きます3ちょっとやばいよあれ悪魔の実配りますはいはいはいまずこのシーンが何なのか分からない難しいなこれ使いますせーのおいうわーよし
裏裏のみリーチするとワンパイの全ての裏ドラを見ることができる。オールオープンの裏ドラが見れます。僕いろいろのみ世界が陣痛に変化します。なんで全て一色になるんで、わりかしね分かりやすいやつですね。親がね能力食ってないんで。親能力ないとかも終わりやん。おめえけん意味がわからないリーチ。え？マジ？早ない？まあ、そうですね。サイクロンテンポ使っときまして、はい、あのこの4枚捨ててもらってこの4枚戻してもらっていいですか？ゴミになる。早すぎるんでね。1、1、3も関数層だったってこと？関数層あり得る。足4枚乗ったからマジ関数層あり得る。よしじゃあリーチします。やばい。とりあえずこれ使っとくか。私と一緒に死んで。どういうこと？どういうこと？僕死んだらあの綿さんも一緒に。同じ点数で、はい、ただの道連れやんって。こんなもん一人で死ぬよりは。いや、そうそうやね。さっき行きたい言うてたくせに。いやでも能力食ってないから。そうなんよな。賞味ね、非能力者がちょっとリーチしてるからな。あんまり良くないんだよな。あんまり怖くないんだよな。いやでもね、ありますから。ちゃんと備えてますから。こっちも備えてますから。どうしよっかな。やばい、なんか最後に無茶苦茶させられる。これ積もる前にどうしようかな。やばい、なんかもうこの酸素をお前に当てる。ひどいことするわ。お前が消えろ、お前が消えろ。いやでもこちらこそぶつかっちゃってごめんなさい。謝ってるんだ、さすがに。優勝者。いや、この感想を見逃すわけにはいかねえよ。ロン、いや見逃すわけにはいかねえよ。殴り合いないよ、マジ当たり屋や。見逃せよ、内藤やったら。いや、この感想は見逃せないから。リーチ、ドラ。あいや、これはやられた。これ僕大丈夫ですよね。これ私と一緒に死んでるだけ。いやでも一緒に死んでる。僕が死ぬというのは死にますからね。そうなんですよ。運命共同体ですか。だんまり。これ結構ポイント稼いだんちゃう。だいぶ早めに使ったのやばいか。サイクロンテンポ初めに使った間違いない。そうだよ。カード使うイコール負けない。とんでもない一応もつけられるから最後。カードラインでチェンジ。はい、お願いします。じゃあ僕も3枚いきます。2枚、1枚書いて。キープ ?1 枚ちょっとキープ。キープキープおるやん。やばいの来た。いや、これエグい。やばいの来た。そしたら悪魔も見込まれます。エグいの。せーの。いや、もう無視。またスルスルだ。僕泣き泣きの。スルスルローンされないやつだよね。そうそうそう。ムシムシ食わないですか。いらんて。もう、かたくなに食べないです。僕泣き泣きです。はい。気づいたことが一個あって。身あんま関係ない。いやー、ちょっと、防御系だな。防御系。いや、防御系危ないのよ。いや、てか、スルスルの身持ってんのに防御系。マジ？もういいんすか？じゃあもうリーチしちゃいますよ。じゃあもうリーチ。じゃあ3000世界3ターンロンできないことに。3ターンロンできない。3ターン僕はい、もうあの3ターン無敵状態です。あの3ターンいいんすね。ツボはないです。はい、3000世界発動してるんで今3ターン補充しないです。でもロンロンできないですもんね。別にいいんですよ。スルスルなんで。じゃあまあそうですね、まあ10秒低下せ。妥当な時間だなということで。ツボ。あ、まあ1秒でよかった。いや、ちょっと待って、うるせえ行こう。まだ続行だ。まだ続行だ。ここで俺のためは終わらないから。うるせえ、まだ行こう。積もったのに。うるせえって言ってるんで。うるせえ行こう。なんかバレた。バレないほしいね。まだポン。泣き泣きの実。あ、そうやったのに。よし、これで3ターン発動したんで3000世界終了して。うるせえ行こうってどこまで行くんすか。あれなんなんやろ、あのイーソー泣いてるもん。なんなんやろ。確かにポイントローピン落としてるもんなんだって。いや、まああるからな。1枚は1枚でアドバンテージだと思ってるんですか。てか、スルスルの実食ってるから何も当たらないんだよな。スルスルしてるからな。これダマテンでもリーチ扱いになる。そうそうそう。来い、俺が相手をしやる。やばい、何やん、肩振り回してるだけやん。その効果ないやね、リーチ。これかっこいいでしょ。リーチしなくていいのに。海賊でしょこれ。相手してやるって。これは海賊ポイントだから。俺は海賊でしょ。やばすぎるこれは。相変わらずすげえ覇気だ。俺のツボと対決。意味わからん。そうなんやねん。シャンクスコンボ決めてる。でも持ってるよ今。分かったらやばいよ。一人だけ永遠に効果言わないのよ。効果言えよ。なんかやばいこれ。割と八方塞がり感がすごいんだよな。ツボ。お、許すのが男だ。あのツボがさ、いやいや何もなかった。何もなかった。やばい。こういうカードだ。すげえ覇気あるんだよ。すげえ覇気あるんだよ。すげえ。そこで使えんじゃん。そのカードでどうにかするしかない。俺は俺ね。俺ね。だけど僕は幸せだった。
幸せだったもん。リーズもドライチ弱っ弱っ恋俺が相手をしてやるとか言ってそんなでかな振り回しといてだけど僕は幸せだ使いたことないからこんなん使われへんやんいつ使うねんこれ相手が上がったとしか使われへんやん相手が上がったけど僕は幸せだったよ感情のカードや僕から使います。背中の傷は剣士の恥だ。背中で食らえれば表で食らえれば倍食らいます。ああごちそうさまでしたあー全くいい人生だったお気持ちカードやちょっと待って、感想が最後反射カード来るんかと思ったさすがにこれちょっと反射できへんのほな、能力カードで、僕3ドローします、はい、何ドローしますか。あ、3ドロー、はい、3枚はい、3枚で、はい。いや、また来たなこれシンプルこれいや、じゃああかんってこんなん来たらさすがにこれやばいじゃあ悪魔の見ますせーのおぉやばっピカピカドミで、ハイの5から9が全てドラになるやばっこれだけ強い上集められたらやばい、ほんまになんか統治法みたいなカードあるマジでカードある今まで頑張って使ってたけどマジで今回絶望的に悪いじゃあちょっと使いますもう一度仲間と呼んでくれますかおぉ有名らしいちょっとあの僕ヤンソーちょっとあのもう仲間にヤンソーを仲間に入れる代わりにこいつらを仲間にするいやいやいやこいつら仲間外れからして、ちょっとリリースするやつおるいや、上集められたら終わりなんだよな、トイメンさんにいや、もう上を頑張って集めてカンお高から7で強いはずなのに、なんか下のカードであるんやもんえっやべえ行ってこいいや、でも海賊ポイント稼がなあかんから、結局海賊ポイントってなんだいやいやいや、海賊ポイントは海賊ポイントまず、その賞金組って関係ないの海賊ポイントですえ、打点はダブル100も上がったんやけど、一応海賊ポイントですもっと上だってだいぶやったけどでしたらまあそうですねそいつを脅しの道具じゃねえんだってことで無駄に煽るだけ煽ってリーチどういうことあーリーチを脅しの道具じゃないってことでね無駄に煽るだけ煽っときますなるほどポン泣いたっていいんだ乗り越えろ泣いても手に入れていいですそんなこと言ってないんだ顔広いやただのリーチお前俺1枚しかないうわもうエグいってマジでもどうしよしこの宮殿を破壊して宮殿どこだ宮殿これですどういうことどういうこと破壊したら何だ破壊したんであのリーチしてないです僕リーチダブリー宮殿破壊しました宮殿破壊13巡目にダブリー打ってるこの人わけわからんかもなってるやいいのかマジカードエグいんやろ返さないの違うエグいんやってこれもうじゃあもう僕から使います背中の傷は剣士の恥だ背中で食らえれば表で食らえれば倍食らいますああごちそうさまでしたああ全くいい人生だったお気持ちカードやいやエグいって言われて全くいい人生だったもう食らってくれ食らうしかないなってこんな悟ってめっちゃ強いしまあまあ割とまあ海賊ポイントだけでも死を誘って前向きに行くってのは海賊ポイントはまだありますよこれ海賊ポイントが稼げたとちょっとごちそうさま入れてます刺激はいいっすよねなんか俺さっきからなんか諦めのカードめっちゃ見えてるん俺も自爆カードきついやん僕3ドルではいどうしようかもう 2でいくな買いますいや残すカードってよっぽどなんですよねマジでふざけんなよ悪魔の見くまります優しいカード来たことないけどなそんな偏りすぎやんせーのうわ泣き泣きの実ムシムシの実食べた分だけ半数上がるなるほどねえでもこの日虫ないっすもんだって虫なんか持ってきてます一応ね何があっても言うな本物の仲間の実持ってってるんで何個食うんすかありったけありったけの虫をかき集めいやとりあえずあのいやいや食いすぎやろようわからんのであの13匹ぐらい食うとります13匹じゃあはい食べますうわめっちゃモリモリ言うてスナック菓子感覚やもうこれ無効にできるカードないですか誰も止められなくなるぞ誰にも止められない誰にも止められなくなる止められないそうですそっからもっと上げれますよだから僕らその虫を食べるの止められないですからだから楽それ何カブトムシですカブトムシ食えるのこれでも暴走する時代止めれないやばいってこれ周り煽ってるだけやこれいただきますどんな感じうわ音声だけ入れるわちゃんと食べてるってことああそ
それ美味しいんすか。クソまずいっす。いやでもこれで役満になってるんで。いやダブルアップなんですよ。いやでも別に止められないからまたできますよ。でも止まれる無実はないんすか。俺こんな配信者になる予定じゃなかったんやけどな。ガン肩振りますやん。2巡目になるんだもん。やってたもんやっぱり。うガンおシンプルにシダコンダーツ1枚だけ見せてもらっていいですか。これ打ち抜いて1枚だけ見せてもらっていいですか。ああいいっすよ。絶対見えなあかんやんか。いいシダコンダーツだ。場所を教えてくれるかいプリンセス。じゃあちょっと何の場所を教えてもらっていいですか。はい。あ、はい。だけ長い間クソお世話になりました。誰に言いたい。何やんもん。ちょっと俺泣き泣きの身だった。いやそうだよ。したらそうだな。俺の財布か。押し切りゃくれてやる。探してみろ。このような制度そこに置いてきた。さっき何ちょっと僕の財布を預けました。あーマジで。僕のトンも預けました。ちょっとなんなら初も預けます。いい位置に対抗しとしてね。ちょっと待って、その代わり3枚切ってもらっていいですか。3枚切るの。ちょっと待って、すごくたんですけど。やりすぎだ。もう一回出していい。長い間だって。いやでも2枚切らないといけないです。どうした。ちょっと詰まった。命がもったいない。僕だけは助かる。助けて。僕ら無理ないですね。もう金返せなさそうだよね。なんかあれかそうやな。いや俺別にこれ負けてないからな。いやだって負けてない。負けてない。一応詰まったんですけどね。やばい。じゃあもうゼロかこれ。そうですね。僕まあ命がもったいないんで片付けてって。いいよねみんなディフェンスカードって。なあみんなディフェンスカード持って毎試合に1枚か2枚を殺しカード組んでも、もうさっきさんのカードマジで怖くないもん今。俺が500かな一応。そうですね。甘いです。甘いですね。で、3番ですか。3です。もしかしたら捨てたカードが来てるかもしれないです。そして悪魔のミーですね。こんなことある。これ仕込んでるこれ。せーの、うらうらのミー。よく泣き泣きでめっちゃ来るやんこいつ。これ宣言するやつや。ほなまた大事積もった時にはね。ザキさんは積もった時ね。3元杯。絶対同一であるやん。さあ、逃げなら今やばい。誰が切るそれ聞いて。いや、牽制牽制。3分の1やからね、言うても。まあ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 、まあ、早めに切った方がいい。早めにもクソもないけど。てかもうそもそもあんこの可能性すらあるからな。ポン。いやーもうパオよこれ。さすがにポン。役満のパオよこれはマジで。リチ。やば。マジ？そうですね。ザクさんに。なんのその男は裸百科の波に向かって立つ獅子であれということなんで、ザキさんねどうせ泣かれたんで裸短期まで泣いてほしいですね。ちょっとやっぱどうせ1枚泣かれたんでね、やっぱ裸だ。ありがとう。お気持ちかお気持ちか。疲れた頃になさすぎてこれ。ちょっと仲間がいるよ。裸短期まで行きました。泣き泣きのみなんでね。できた。一人だけ獲得してる人。今笑ってました。ちなみに、あ、もうありがとうで笑ってました。笑ってました。笑うことがトリガーになるやつ。それ何の確認。仲間の夢を笑われた時だってビーチ取り消して裸短期になってくるんだよ。帰ってくるの。仲間の夢笑ってたんで裸短期対決になった。ポン。うわダブルか。完全に気抜いてた。いや流局濃厚かこれは。そうだなぁ。タバコの火欲しかったとこだ。何それ。これなんか火ついてますよね。なんかおってさっき言った。火ついてるんでシーソーをもらってて、イーソーもなんか高い部分あるんでイーソーもついてそうなんでもらっときます。ああちょっと待って、手のカッパ使ってきます。僕のはブロックします。じゃあなんか積もれなかったみたいです。はい。天才。あ、おいや裸一貫だった。どこだあれ。ボーン。ダブル役満なんだが。ロン。え、ちょ、甘い。使って戻った。翻弄トイトイ。ああ弱。なん。なんて。いやもう俺は弱い。一万円。と自爆のカードしかないけど。なんか付け足そうかなと思ったけど。なんすかちなみに。口先だけでも親になり。親ですかね。親だから。失ったものばかり数えるな。僕が使えない。僕煽るカードただの。ちょっと山札少なくなったんで、墓地から復活させます。3枚3枚3枚で悪魔の肉割れます。やべえカードしか来てないですわマジで。なんで俺こんなカードしか来てない。せーの、
ハテナのみ全員持ってる展望を教卓に置く。展望って書いてない。これまず展望ってやりとりしてたの。まあ懸賞金です。リーチ突破なんで僕。僕あの倍々の身で全ての点数が4倍になるってことなんで。4倍あの上がりも支払いも全て4倍です。まあ実質オールイン状態なんでね。ここで勝てばまあ海賊王ということ。誰にも止められなくなるぞ暴走。あ無駄に1枚使った。ルールがインフレだから誰にも止められなくなるぞ。いつもこれで1枚なくなる。誰が1枚は海賊王なんだろうな。割とでもなんか名言は残してますよね。名言はちょっと頑張って。なんかザキさん割となんかその死に際の名言あそこででも稼いではいる。そうそんなんで稼ぎたらいいのよ別に。場所を教えてくれるかい。おお、はい、何のすか。ギャンピンここないですか。ない。いや無駄人。リーチ。はい。ギャンピンマシなんじゃ。相変わらずすげえ反応。2回だけだからそれ。さっきそれで3枚やったからね。海賊ポイント狙いに行ってるから。なんでさっきリャンピン聞いた。なんでリャンピンがないのを確認したからリーチさん。なんだリャンピン以外通ると思ってる。ズボーズボーなちょっと。ちょっと待って。すげえ吐きあるよ。やばい俺4倍になってるから。すげえ吐きある。があるからちょっとやめとったな。俺4倍じゃないし。ここに来てのお気持ちが違うから。まあ、うん、悪い俺死んだ。悪い。長い間クソお世話になりました。全くいい人生だった。でもだけど僕幸せだった。最後お気持ちがあるじゃない。いや一応あの敬意を称してね。お世話になりました。そうなりました。許すのが。いやいやいや、リーズモのみ。あんだけハキとか言ってたのに。次、絶対ウーピン切ってください。カード使います。はい、うせろ。電流ビジョリそんな言えんやろ絶対。無理やって電流ビジョリ。皆様ごきげんよう、赤ウピンの綿でございます。モナカ広告あるのモナカです。100万 VTuber ザキです。はい、というわけで今回やる企画はワンピース麻雀新世界編。イエーイ。今回なんですけども前回と、まあ、大きく変わったところは特にないんですが悪魔の実が、新種で十何種類か増えてで名言カードもどっさりと追加させていただきました。で前回3枚やった名言カードを今回4枚にします。なんでよりね戦略性が増して楽しいマージャンになるんじゃないかなという感じなんでよろしくお願いいたします。はい。好きなとこから取っていただいて。好きなとこから取る。どこでも。あの三山あるんで4枚。はい。見ていいんでしたっけこれ。あ見ていいです。なんかニカニカしますね。早速楽しそうですね本当に。これ言っていいかわからないですけど。はい。激アツのカラー来ました。そうです。今回ねカラーカードが数枚あるんですよ。カラーカードは基本的に効果がぶっ壊れてるカードなんで。カラーカード来ました。はい、ということでじゃあ悪魔の実配ります。いきますね、せーの。お、全部新しい新種や。僕山々の実、その山を自由に見ることができる。あ、ほ。糸糸の実、カーチャを一巡自由に操れる。え、これいつ。え、いつでもいいです。これ2位です。は。好きなタイミングで。好きなタイミングで一巡。一巡、そうです。悪魔の実で。なるほど。まあドフラミンゴみたいな感じでね。あー、そうですね。なんか抜き抜きの実で風邪が。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。それ言うことで俺が面倒するから。風灰が全て抜きづらい。や、弱いな、なんか。だって、ペイドラじゃなくて、抜きトンとか。あ、抜きトンかな。結構強い。多分ね、はちゃめちゃ強い能力やと思う。ドライナーだけかと思ったけど、抜けんのね、全部。いや、めちゃめちゃ強い。これ強いの。相手のファンパイも潰せるってことだもんね。そうそうそう。まあまあ、飾りなんで、そんな。4枚あるとね、やっぱ戦略性が増すわ。いや、でもね、4枚中大体ね、2枚はゴミカードやから。じゃあちょっと僕シャンを抜きシャン。ぶっ壊れてるあれは。抜き抜きつるの抜きトン。やばい。これチュンは無理やんな。チュンは無理です。これ別にカードは言っても使えるんですか。カードカードの発動タイミングがマジで自由なんで、人の発動した効果には文句つけれないんで。なるほど。はい。だからもうカードの効果はカードでねじ伏せるしかないです。でも前回動画でこの宮殿を破壊してってあって、ここ破壊してたじゃないですか。あれ物理かもしてましたよ。どういうことですか。宮殿それなんてみんな言ってました。ちょっとジャッジがね、やっぱり世間を許してくれるからね。でもね、みんな前回動画のあれで先出し弱いみたいになってるんで。先行不利やから。先行不利で。カウンターで持ってかないといけないから。そう。トン。
いやいや、めちゃめちゃ強い。じゃあちょっともうシャレからリーチとっか。早いな。これちなみにちゃんとあれですね、ローンしたいときはローンしたいですってそれ入れますよね。そうやね、まず成立するかどうかやからね。カード使います。はい、いきなりキングは取れねえだろうよい、ということなんでリーチ一発ですよね。一発はいきなりは取れないです。あー、はい、なるほどね。リーチ、なるほど、リーチしたいと。はい、うん、なるほどね。はい、まあ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 許しましょう。あ、ミスター山々の見つかる忘れとった。山々の見てない。山、山見えない。山を自由に見ること。見てねえか、めんどくさいね、マジで。通ってた。なんかめちゃくちゃ難しいカードあるな。糸糸の実も使えましたよね、いつでも。でももう僕ら何もできなくないですか。だってリーチ者にこれ使えるんですか。だってパーチャーの悪魔の実なんで、だから急にリーチしてるのに変なことしちゃうってこともありえる。そんなことありえるんですか。ここでカード使います。5億で買うえー、モナさん、はい、ウーピン切ってください。ウーピンを 5億で買う、はい、これは5億っていうのはベリーです。ベリーベリーベリー。次絶対ウーピン切ってください。カード使います。はい、ウセロ。うせろ強いな。強カードよ。これ結構取っといたんですけど、ここで使っちゃった。じゃあ無理や、お前らはいくつ揃えた、全部もらうぞ。ウーピンかイーマン切ってください。僕の当たり牌です、これ。ウーピンかイーマンあればあっただけ切ってください。なるほど。僕あの山々の実で山見たんですけど、なかったんですよ。あー、なるほどね。なんかここかここかなんで、ウーピンかイーマン絶対切ってください。なるほど。さあどうですか。ちょっと待って、つんどる、かたじけない。誰にどういうことか見逃してくれ。バカ言うんじゃないよ。バカ言うんじゃないよ。ダメだよ、たたじけないは通らないですよ。もう遅いって言うんだ。これカウンター使えないですよ。これ事前に言っとかないといけないで。死にましたね。死ぬことを計画に入れるバカがいますか。入れてるやん。これ僕もう死なないって分かってるから。お前が俺に勝てるわけねえだろ。これ2対1。いや無理っすね、こんな能力俺に勝てるわけねえだろ。無理クラブ、それ無理っすね。ああ、じゃあじゃあもう俺は嬉しくて涙が止まらない。よかった、入った。いやもう礼を言う、俺は。いやいやいや、気持ち悪いやって。俺はまだまだ強くなれる。ここは踏んだけど。何やってラン。しかもあのクローピンなんで点数倍になるんで。え、これ倍なんですか。え、闇闇の実原作ではあるんですけど、あれね、あのバイクラウンでこれ倍です。あ、これ倍、倍倍倍です、ね。いや、これしかなかったけど、はい、今なんカード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 、裏ドライブ、裏ドライブ。いやでも別にこれ俺被害ゼロだからな。リーチ、おもおも、赤赤、裏の子、11、3万6千。親の差は3万6千だ。あの、倍なんで。何万2千。7万2千。終わり、終わり言いましたね。いやいや、あの、飛ぶとかないと。はい、というわけで今回の終わらせた、終わらせた、終わらせた。はい、はい、ありがとうございました。まだ30分しか回してないんですよ。礼を言う。終わってくれて礼を言う。よし、もう終わったわ。いや、終わったわ、それ。じゃあ僕、カード0なんで、親連なんで4枚引きます。カード4枚引きます。悪魔の実は、あ、悪魔の実いきましょうか。いやもうやめろよ。悪魔の実誰一人まともに。はい、せーの。僕つもつもの実、毎週2枚積もることができる。キエキエの実、牌を裏向きに切ることができる。やおやおの実は1級自敗でイーハンアップするって何、どういうこと。1級自敗が1枚あるだけでイーハンずつ上がっていくって感じです。あ、2枚積もってこれ使っときますか。過剰な覇気に能力は通じねえ。なんか強そう。悪魔の実の能力通じません。覇気って能力も消せんの。能力が通じないんで、早速なんですけど悪魔の実の効果 なしにします。お、何もなかった。非常にまずい、それは。なるほどね、うん、何もなかった、ね、ちょっとこれは取っとこうかな。能力消されるのが痛すぎる。序盤で消費しちゃうとね、うん、いやー、ちょっとトミーなんかやってんだよな。いや、まあ、つもつもの実やからね。やってますね。やってるな。すげえ覇気だ。それ何やったっけ。これ感想です。隣から吐き感じた。装備カードやね、じゃあこれ。装備しました。じゃあカード使います。解放のドラム。お、どん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 盛り上げてるんですか。解放されます。あー、確かにね、大した世代じゃない。今後解放されていきます、ね、なるほど、はい、それはまずいな。あ、もう他人事じゃなくなってきたよ。クソくらいってな。あー、でも解放のドラムそんなのは来ません。もうてか、トイメン4枚カードあんねんけど、マジで。確かに。もう1枚殴り合ってるだけやん。1枚しかない。いいんだな、お前らって。いやでもさ、張ってる可能性、まあ。いや、見たかったってことは、もう多分イーシャンテンがティンパイなんですよ、あれ。次から開けたかったってことは、ロンしたいってことなんですよね。まあなんで、白旗は使ってきます。はい。
白旗ーって言ったんで、僕はもう何も食らわないです。この戦いにももう参加してないこの曲はもう降参でも完全に降りたんですね。完全に降りましたもんおい、俺たちが相手をしやる。いや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 、この白旗はぶっ壊れた。いやいや、そいつら全員ちょっとギアサードにぶっ飛ばされてますギアサードにぶっ飛ばされてますそうだから白旗。白旗か。いや、いや別にいいんじゃないですか。白旗を通しときましょうよ。取り消せよ今の。使っちゃった。それやばいよ。使っちゃった。これはやばい。きついんだよな。白旗なんて言うなよ。まあいいでしょう、じゃあ。まあ参戦でね。うぜえ。リーチ。は。でもそっち打った方がいいまであるんだよな。セーフ。白や。通る。強すぎる。でかそうか。やばすげえ。今すげえ。これただの感想なんで、あのこっちに対するロンしたいです。おい、ナイス。弱っ。なんもない、なんもなかった。これはそういうことじゃないか。リーチドライオン。あー、覇気は、覇気はありますね。いやいや、ないよって。俺に対する感想よったよ。覇気はっていうのがあったんで、リーチドライオン覇気。バイマンです。いやいや、覇気強いな。泣くほど悔しかったらもっと強くなってみせろ。次局僕名言カード5枚になります。なるほど、カード5枚です。泣くほど悔しかったんで僕カード1枚プラス相当でかいですからね。あのこのメリーゴーはもう直せねえんだよ実は。これいつ使うんですかこれ。なんかこまず壊れてないんやけど、まずメリーゴーはもう直せねえ。いやそれ汎用性高いカードプレイヤー。カードを4枚いきます。4枚ね。2チェンで。2チェン ?2 チェンで。いらねえよ、こんなカードも。パワーが2枚あるぞ。お激アツ。じゃあ僕はあのさっきの効果で5枚です。とんでもないなった。なんでこんなカード作ったの俺。あ、あの、悪魔の実。あ、お前ね。もうやめろよ、もうこれ。せーの。泣き泣きの実。モデル4万。モデル4万。どこからでも地位が出る。どこで、どこからでもスルスルの実が全員が実を食べた人にロン、ザキさんに誰もロンができなくなる。ああなるほど。で黙ってもリーチ扱いになるってやつです。ああなるほど。僕はもう直撃食らわないってことです。あ、そうです。で僕バイバイの実で全ての点数が4倍になります。前回最後出てたやつが。もう早い、出んの早い。まあ使ってきますかこれ。あ、よレアカード。レアカード。この島は俺の縄張り。あ、強そう。ちょっと目の前に島あるんで、これ僕の縄張りなんで、なのでここから何しようと僕の銃です。文句言わないでくださいね、これ縄張りなんで。縄張りやからね。うぜぇ。いや、入っちゃうねいらぬ親切してくれたのマジで。動作が多い。あぁ、人縄張りで。いや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 。あぁ遅い。やば、帰れねぇ。縄張りやからね。つぼやば想像してる。なんか縄張り終われ。ナミさんがひどい熱をモナさんに使います、はい、やっぱ熱出てるんで解熱しないとダメです。なんで肺の中に赤色が入ってるやつは全部切ってください。深層の赤い部分とかきつ赤い部分が含まれてるやつは今すぐ全部切って全部補填してください。きつないです。え、ないないです。酸品とかウーピンとか深層とかも多分ないです。そうですよ、深層も赤いですよ真ん中。ないです。ほんまか。はい、ないです。ないらしいです。絶対嘘やね。もう頭きた。証拠を見せてやる。絶対あるやろ。すいません、あります。いやいやいや、見せないと。自分で使いますからね。証拠にして。赤、赤色が入ってるのあるんですよ。赤い、赤い、赤い、いや、めちゃめちゃ赤しかないよ。さらないんだ。それをすべて切って、切った分だけ補填してください。もうほぼ入りまいよ。これで縄張りを無理やり消します。縄張り消化ね。はい、一人だけか、おかしい。振り点がとんでもないな。シンプルにあの、めっちゃ消化されたから転売できひんねんけど。チポン。カード使います。安いもんな。腕の1本ぐらい、1枚ぐらい中取っても安いもんや。安いかな。リーチ。いっか、じゃあちょっとリーチ。カード使います。ギアフィブス使います。いや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 、以下になった。とにかくめっちゃ強いから何も効かないです。この点数もめっちゃ上がります。カードなんで、もう言うたらもう何でもいけます。もういやもう効かないから。もうそもうゴミくずやから。ギアフィックスに勝てるんですか。なんかそのそこら辺の一般人に勝てないでしょ。あ、そうそう、関係ないですよ。チンシですか。いや、フィックスからチンできるやん。チンもできないの。チンもできないやん。じゃあもうチンできない。あー、じゃあはい、使います。はい、まあ横には使えるから別に。エースは死んだんだろ。現物切るの気にします。なるほど。あの、モナカはもう実質死んだんだろってことで。なるほどなるほど。はい、もうあの死にに行ってください。現物切るの禁止です。ロンね。オフィフスロンだなそれ。カード3枚か。いや、だ
僕も2枚あるから。いやいや、フィックスですよ。レアカード使います。レアカード、レアカードですよ。目覚ましじゃんけん。目覚ましじゃんけんに勝ったら無効です。目覚ましじゃんけんはやばい。とりあえずじゃんけんします。そう、ちょっと待ってね。じゃあ目覚ましじゃんけんにちょっとノロノロビーム使います。めっちゃ遅く、ちょっとこれモーションからいきますよ。もうモーションで、ちょっとこうしてもらったんですよ、こうみたいな。じゃあいきますよ。目覚ましじゃんけん、じゃんけん。おぉ、そっちも遅い。いやいや、僕は見て、見てから決めるよ。もう一回、もう一回。目覚ましじゃんけん、じゃんけん。いやいや、そっちはビームかかって、こっちはビーム、瞬間抜けるから。あー、しんどい。通りました、じゃあ。あ、どうしました。あ、これちょっと闇のやつあるんですか。ディアフィックスで闇のやつあるんですか。やばい。でもリーチ、ドライッチ。ディアフィックスはウーハンですか。まあ、ウーハンにしとくじゃん。倍万のこれ、倍か約万、約万やった。たまにしてくれました。飛びました。飛びました。はい、というわけでね、ディアフィックスのまでなところで、いやー、目覚ましじゃんけん、やばすぎる。アロン、シャイです。シャイ。ペイがあれなんですね。いや、僕今切ったのシャーですよ。間違えた。間違えた。間違えた。こうなったらチョキがパーしかない。じゃあ、ザクさんごめん。ワンチェン。ワンチェン、はい。じゃあ、僕もワンチェンの3ドローで。ワンチェンの4ドロー。せーの、ポン。1匹のみ。海賊カードをさらに3枚引ける。強っ。きたー、強っ。3枚引きまーす。強っ。赤赤のみ。赤ドラがご飯扱いになる。強いよ。消し消しのみ。指定した牌を除外できる。消してあります。これいつでもいいんですか。いつでもいいです。1回1回ポッキリです。どっかのタイミングで除外できる。はい、除外できます。カラーカードした。ただもう7枚あるんですけど、そのうちなんか使えなさそうなカード3枚ぐらいあるんですよ。これどうするんやろみたいなカード3枚あるんですよね。じゃあちょっと使っとこうかな。もう泣かないって決めた。こっから全員もう誰も泣けません。泣いたっていいんだ。乗り換え。最高カードあった。いいんですね、泣いて。泣いてもいいです。ええー、ちょっと本当か。じゃあ、あっぱれだ、ブラザー。一旦ね。少し燃えてきた。いらんカード紹介しよう。どうせこれ使えないね、みたいなカード紹介してくれ。これ平場ですもんね。平場で少し燃えてきたって。ありがとうございます。死なせたくねえから仲間だろうが。仲間です、行動士で。ああ、なるほど。なんで、僕もしかしたらこれで死ぬかもしれないですけど、仲間なんで。いや、静かカードや。仲間なんで、仲間の方に切ります、これ。仲間の方に切る。いや、仲間ちゃうけど。仲間の方に切る。いや、僕の側では切れないです。ヤクザやん、やってること。ロン。ロン、持ちたいな。消し消しのみの能力ある。そこで使えんの？そんなトラップみたいなの使えんの？三蔵を全部除外します。あ、三蔵ダメだ。三蔵ダメです。ちょっと待ってください。ですね、ローソーを除外します。これ悪魔の実をいけるの、これカードでみんなが納得すればすね。いや、これむずいなぁ。わからんけど、なんかシャンブルズ使います。これなんかルームに入るんですよね。そうです、今ここにルームが貼られました。ルーム内は自由に何でもできるんで。じゃあもうその除外されたローソーを生成します。じゃあルームは何でもできるんで、これ除外されたんですけど、これ生成します。それは確かに理にかなってんだ。ちょっと戻るんですけど。ちょっと戻れる。欲しいですか。ありなの。戻れる。全部演技だ。何が？これ仲間だろうがっていうの。演技です、これ。演技？あ、仲間？あ、そっちに来てるの。仲間じゃなかったです。俺はどっちも行く。じゃあカード使います。乗るな、エース戻れ。ここ来たんですよ、戻ってもらって。この場は俺を立ててもらおう。いや、死ね。この場は俺を立ててもらおう。なんかわからんけど、誰にも止められなくて暴走することしたいわ。じゃあカード使います。もともとないではないか。いや、だって、元々ない。終わった。もうそんなものは僕には存在しない。まだいけたのには。いや、もうこれしか、この曲は存在しないです。なるほどな。そんなバカ恐るチームの中で入れんなよ。さっきの曲は存在してないものだったんで、もう一回ザキさんのやつ。ワンチェン2ドロー。じゃあ僕全部使ったんで4ドローで、ワンチェン4ドローで。せーの、
はい、ハイパイ人2名から3枚ずつ入れ替えることができる。よちよち。第一文字に役を宣言し、その役を放らすると役間になる。泣き泣きの実、泣くたびに3巻加算される。これ見たらダメですね。見たらダメです。その並びでいいっす？いいですよ。結構いいとこ来たな。まあ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 。おぉ？いや、俺はむしろ進化したぞ、これ。うん、ってことは？じゃあ、第一つ文字に言います。リーチです。あいやー、でもこれちょっとカードと噛み合ってない。よし、カラーカード。この海で一番自由なやつが海賊王だ。お、どこからでも地位をできます。できるよ、できる。自由です。地位、泣き泣きの実で3半重ねです。あー、だっやばい、やばい、コンボや。カード使います。悪いこと考えてさえ。わー、やばそう。ちょっと悪いこと考えちゃって、これちょっと悪いことじゃない。悪っ。それは悪いな。いやー、申し訳ない。リーチ。はよ。じゃあ、モンスターカード召喚しておきます。モンスターカード、テリウミト。あの、僕テリウミトなんで、僕には逆らえないです。僕の範囲はロンできないです。ただし、フリーテンにはならないってことにしておきます。なるほどね。はい、強いって。そうすればいいな。よし、行こう。リーチ。役満確定からの勝った方が総取りだな。海賊声高めておきます。役満確定した。積もりたいです。積もりたいってことは、僕らから展望を奪おうとしろってことですよね。勝った方が総取りなんで、なんかそういうなんか略奪をしようってことですよね。じゃあ、まあそれはやっぱりさすがに戦いをやめてください。それはそれはやめてください。そんな戦いはないです。これはあれですか、戦いが終わるんですか。あ、いやいやいや、その略奪はやめてください。そのつもの戦いはちょっとやめてください。今後戦いは起きないってことですね。あ、いやいや、その一瞬だけ。この一瞬だけ戦いはちょっと。男の船出を邪魔するやつがどこにいる。男の船出を。強いですもんね、そういった点。じゃあ、わかりましょう。第一は負けないドン。ダブルはもうダブルでしか返せない。装備してるから、これ負けないから僕は食らわないです。もう一人だけ。僕はそのたとえ点数が減る状況になっても負けないから。それはもう なんか使います。私を呼んだか。はい、これ行こう。女の涙の落ちる音がした。モナカの灰が落ちる音がした。落ちたらしい。落ちたらしい。落ちました。落ちた。はい、落ちた。落ちました。落ちた。とりあえず落ちました。ローしたいです。あれあれ、負けないから別に。無効になるだけやから。どうなんですかこれ。僕らも何もできないんじゃないですか、だって。うん、鳴らせ麦わらシャンドラの。シャンドラの火を。これ鳴らなんか鳴らしてるんで。何か分かんないけど鳴らしてるんで。何を鳴らしてるの。鳴らしてるんで、いやもう何かはもうどうでもいいです。何かはもうどうでもいい。とりあえずあのドンが聞こえなくなりました。いつの話してるの。何夢やそれ。仮にドン剥がされたとしても1枚目の効果残ってます。メッキを剥がしただけなんで1枚で返せるようになったっていうだけなんで。負けない。もうないやん。これに関しては負けないっす。あ、じゃあもう続行で。でも僕は天竜人なんで。ロンできないらしい。僕のやつはロンできないんで。僕もロンされ負けないから。それはちょっと誰も負けない。俺何これ、負けないマージャンになってる。これほんまに誰も負けん結末だったの。僕は負けないから別にいいですよ。別に積まられても負けない。積もう。リーズも。リーズも。役満です。リーズもよちよちで役満です。2万1万2千なんで1万2千ですね。飛びました。3回ぐらい飛んどん。点数の概念あったんやこれ。じゃあカードないんで4枚いきます。4枚いきます。ワンチャン4枚いきます。はい、そしたら悪魔の実加わります。せーの。ルイロの実、手配が緻密に変化する。あ、これ絶対強いやん。絶対強い。タケタケの実、総勢染めると役満になる。ドックドクの実、ターチャはドラ1枚につき4判断、マイナス分は逆に支払う。ターチャのドラを無効にするやつです。見にくいなこれ。これだからピンズと総勢とマンズがもうその緻密になるってことやんね。ごちゃごちゃでも緻密になります。目痛い。多分リーチだな。早っ。多分リーチ。数字さえ合えば。数字さえ合えば、ね、数字さえ。めちゃくちゃタメンちゃんにやった。遅いな。うるせえ、行こう。遅いな。早く来てほしいな。うるせえ、行こう。早くもう次行こう。ちょっと待って、これはね、すごい。すごいですね。宣言されましたね。すごいですね。じゃあ、いや言いましたよ。もうつも言いましたよ。ここはどんどん胸割れ。いやまあ倒して。つもらせてみましょう。ほんまに上がりたいかどうか。積もりたいんですけど、積もりたいフェーズですよ今。カード使っとかないと。ここは積もりたいフェーズですよ。ないですね僕。ない。防御できない。嘘やろ。え、通りますよ。じゃあもう使います。旅行するならどこ行きたい。何、意味が分からない。いろいろの身多分旅行したそうにしてるんですよ。いやいや、どういうみんな旅行した。いや、パンって飛ばすんで。いや、みんな旅行したい。みんな旅行したそうなんで。これ多分ね、こうなるぞ。ピューちょっと審議じゃないか、さすがに。さすがにそれは
あーまあまあガタガタ抜かすの見苦しいぞえ、じゃあ僕、非能力になったってこと？そうですよ。え、いや、いつも忘れてもらってえそのまま禁煙されましたよ。いや、これも、いや、なんか聞いてた能力と違う、それこれは違う、聞いてた能力と違う、それは違う、そんな能力じゃなかった、だから返してもらったって聞いてた能力と違う、そんないや、無理無理したら、無理しちゃいけない無理すな、無理すな、譲る気なんて毛頭ありません。この真偽を、いや、はい、どうしたんです、これは千の時代の敗北者じゃけってことです敗北者のザレ言なんで敗北者が吠えてるだけなんで、そんなザレ言にはもう耳を貸さない。敗北者じゃけだと、敗北者の海賊王になる男だ。なら本もなら無理や、もうそれも返されへん、もうじゃあ積もっていただいてまあ、まあ、そうですよね。そう、え、貼ってますこれ目バグるわこれ。とりあえずチョボですよ。ご存知なさそうでしょ。漫画バレーです。いいですけどね、まあじゃあ。弱えやさ、死に方も選べねえ。めっちゃおられる。なんで海賊王あんねん、もう。4ドローで。ワンチェンの4ドローで。せーの。ドラドラの実。ワンパイをすべて。開ける？そうそうそうです。え、みんな聞くやんこれ。そうです弱っ。でもお客さんだけダマもリーチ扱いになって赤ドラは2倍になります。ドラフルオープンになりました。僕はあのもどもどの実、二巡手牌を戻すことができる、都合悪いタイミングで。なるほど、はい、ピカピカの実、手牌の5から9が全てドラになる。どこで戻すかなやな、マジで。リーチロンしたいです。もどもどの実、もどもどの実の能力使うんですよね。はい、今戻りました。やめておけ、死人が出る。使わな、俺死ぬねんけど。いやいや、死人が出るな。無理やなこれ。結構マジで無理やな。どうだった？カード使えます。ロンなら使えます。ロンならね。仲間の印。仲間ですか？腕まくりしてください。腕まくり。バツついてます？ついてないでしょうね。仲間です。ついてない。ってことは点くれるんですか？いや違います。仲間なんで、仲間からそんな傷つけるようなことしちゃダメなんで、僕ら論できないじゃないですか。仲間ですよね。仲間です。だから僕、助けてもらうんですよ。来ていけないなるんですよ。来いよ、高見。さあ、いけるか？誰こいつ？いや、えお兄ちゃんやねん。雷鳴発見。いやいや、芝かない。こいつ芝居ていいですか？邪魔だよ、芝居しないでいいか。演出は芝居われ、芝かれました。俺が万能薬になるんだ。痛くない薬入れました。エースに痛くない薬入れたんで、はい、無理や、もうこんなでもう無理や。無理や、でも今までの全部もう理由など等に忘れた。全部忘れました、もう今までの。全部ってことはそれ論ですね。論に戻ります。何してくれてんねん。いやもう理由は等に忘れた。ガチャガチャ言ってたことはもう全部忘れた。フラットに論です。そりゃあどんなロマンを追い求めようか。そうか、来た。お気持ちかな。愛してくれてありがとう。絶対に一人の気持ち持ってるからもうそうなんだって。多分役満です。五から九がドラになります。これドラです。まあ、役満やわ。ドラもすごいことやってるじゃん。役満っすか。お気持ちカードマジで選んでもらう。ああ、じゃあ役満、役満。え、ちょっと待って。もらうの。俺の息子になるってことで、その得た役満、じゃあまあ息子なんで、やっぱりそこやで健全。息子ですもんね、だから全然ですか。子供の配分やから1、2やから。マーちゃんもそうや。じゃあ2万、2万と1万に。2万、1万に。なんかもらった。なやこれ、七夕でもらった。悪魔の実はなんかそのカード機関とかいう話だったのにバチバチ。そんな時代終わった。じゃあ4ドローします。ついに来た。オールお気持ちカード。マージャンで勝とう。このゲームマージャンで勝っても無理やから。せーの。ウラウラの実、リーチをするとワンパイ全てのウラドラを見ることができる。さっきの解放感や。カワカワの実、カワを1回だけ自由に操れる。ズルズルの実、1回だけイカ様ができる。おー強いね。1回だけやからね、別にね。1回だけね。1回のスケールは通ってないですからね。やばない。やばい。どこまでを1回と見るかみたいな。あ、ローンしたいです。したい。イカ様戦まま終わったね。ローンしたいか。とんでもないイカ様されるぞ今から。イカ様できるんですよ僕。ペイがあれなんですね。いや僕今切ったのシャアですよ。間違えた。間違えた。ローン間違えた。シャア切ったんで僕。あ、そうでした。ローンシャア使います。いや、もっと上だ。上になります。切った場所上にします。せん、適正に。少々少々威嚇した。謝ってばっかりやん。なんだ。ちょっと威嚇しただけです今。謝ってばっかりやん。それが何やねん。まだ片方が生きてるんだ。1 カワカワの実使います。カワを一度だけ自由に操ります。はい、どういうの操っていいんですよね。
むちゃくちゃ無理点になる両端そう、一度だけの練習ちゃうんやけど一度だけ自由にそれ、なんか6回やってるんやけどそれ自由にできるんで自分も入れて、オッケーでもまあ、あればね、別にね別にこれが振り点とも限らないですからねロンしたいですいきなり人の夢は終わらねえ応援してくれてるよそれもう いきなりよそれなんだもう、どうしても上がりたいってことです人の夢は終わらねえって言ってるやつをとりあえずインパクトでもぶっ飛ばしてインパクトインパクトであのぶっ飛ばしてるんで回廊石でそいついや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 これは止めてますなんだって止めてたいこいつ動けないっす回廊石ってなんだ動力無効にするやつじゃないけどな奇跡ダメじゃないわ奇跡でもう無効化します奇跡起きたんでカーブなくなりましたじゃあ通ったどこまでここで終わりこれが敗退でしたねテンパイですでも流し漫画しなかったんですね確かに流し漫画の方よ後半きついカードしか残ってなさそうなんだけどじゃあ僕3残しの1ドロでせーの読み読み読み自分の皮から5枚入れ替えるいやあんま強いなこの我々の身リーチ突破です我々の身強制的に全員が割れ目になる点数倍支払い倍って感じですね裏めった時にしか使えないいやーちょっと待ってマジでこれカードエグすぎるほんまになんかもう仕掛けれない仕掛けれないカードしかないおん泣かれましたね泣きましたねじゃあカード使います未来を変える権利はみんな平等にあるんだよ相撲山を自由に入れ替えますこのツモの未来を僕だけが変えますなるほどちょっと待って勝手にやめてよ音全部変えるってことねってことは全部自分の都合のようにできるってことね、はい、ギャーギャー騒ぐんじゃねえよ騒ぐんじゃねえよいやー無理だよなもうこれはこれの反射ができるこいつはもうその騒いでるそいつとの戦争を終わらせに来た、うん、戦争を終わらせに来たわ何もいざこざが起きてないんやけどもう僕の主張が通る主張通る通る戦争が終わったら通らないよ戦争が終わったら通るこの戦争の上に立ち生きてみせよだから僕が上なんで立場上なんでこの主張が通りますもちろんあ何かはないですか俺は決してお前を撃たない何やねんそれなんか戦争の話してるみたいなじゃあ僕からは絶対上がらんってことですかねあなさんからは上がりませんああそれならまあ何で使ったロンしたいそして力がみなぎってくるぜギガセカンド2枚使いですこれ返すの2枚でしか使えないです和田さん使っていいですか2枚っすよでも和田さん死は人の感性だ最後バズ死は人の感性だ俺は打たないけどいやいやそうだね2枚同時じゃないとダメですよ死んでもやらんだけど僕は幸せだ無理カード終わったらマジで無理ジョーカーやもんこれもう引いた時点で終わりだけど僕は幸せだったまあでもまあ本一なんまあ割れ目は一応悪いあ割れ目全員が割れ目ってことは割れ目は割れ目で4倍ってことですかやばない安いけどやばないギアセカンドはどうなってるんですかあギアセカンドは倍や8倍しました4000の8倍やから3万2000結局100万バイバイゲームがよかった248で倍やねんこれモナさんやったんか次また3いや僕が親やったら誰一人笑ってない3回目のやつがあるんですけどじゃあ悪魔の実配りますせーのよいしょ闇闇闇もう一つ悪魔の実を食べることができる黒ひげもね悪魔の実2個食うんでバケモンよ、はい、手札が全て黒ひげカードになる黒ひげ危機一発みたいないや黒ひげが出てるカードを全て回収することができるんで今持ってるのにプラスでなんですねチェンジにします強すぎるんで3枚入れるんで3枚捨てます抜き抜きのみです風灰が全て抜きドロになる黒糸糸なんで一巡自由に操れるやつはいで僕悪魔の実好きに1個食いますさらにそれはもちろんもちろん明確に強いのが1個あるんでねバイバイのミック取ります4枚のあるやつねじゃあいいですかトン抜きシャー抜き強すぎるあれしたいんやけどなあれしたいんやけどななんかやばいこと考えてらっしゃいますいやでもできないなあれじゃなかったらあれするんやけどいやでもあれしか言えないからよしどれ手始めにマリンフォードでも沈めていこうかリーチマリンフォード俺の時代だだからね海賊ポイントは稼ぐんで俺の時代やからないやじゃあもうちょっとつまやま少なくなってしまってるんでカードを使います俺こそが最強だ闇の力で角山さらに復活させますむちゃくちゃやん僕以外のところから角山すべてもう一回復活させますこれは何としてでも上がりたいからこれ以外全部消しますこれ分配しておきますリーチありだけ残して、はい、闇の力であのダブリン変わりましたあてかそれやった俺上がり早い積み込んでよかったよナチュラルミストリーチえ嘘でしょここまであの黒ひげカードアホみたいに使いすぎて危
ないからとりあえずあの白旗対応しないんで切らなくてもいいけどもはや二人でやってもらいますじゃん僕も白旗あげてるんで白旗そんなに怖いか信じないがそんなに怖いかお前言うてるやろこれはどういう効果なんだこれは白旗禁止です禁止なん白旗5億で買う5億出しますから金いやいやできるできるできるおいけるかいやまあ白旗白旗に対していや別にこれ僕の気持ちだけなんでザキさんも切らないってことですか切らないこれ相当やばいんで僕上がらせた方がいいですよ僕積もる必要あんのかな一つ積もっときますはいえいや白旗あげてるんでもう二人で頑張ってくださいそうですねじゃあすげえ吐き出されますみんな倒れてるじゃないですかだから全員に吐いて僕倒しますすげえ吐き俺倒さんでいいわ別にあ倒してくださいなんか勝てそうだなこれどこどこパソ一番生きてるなすげえ明け倒れてるパソねパソあーなるほどパソか俺は勝った3分の3少ないけどまあ次打率も切られましたいや切ってない切ってはねああそうやねじゃあもう最後に君の能力伝えますさあじゃあもう一巡自由に上げることができるんで何待ちでしたっけパソパソですねじゃあこっから積もってください自由にやる。自由にやる。こっから積もってください。これ積もってください。あ、それで、それが上がりならもう上がりでいいですけど。それでいいんですか？あ、そこは積むんですか？そこは積むんですか？いやいや、自分の意思と同じやから。そこは積もりたいらしい。ああ、ロンです。でしょうね。でしょうね。あ、これ当たり？でしょうね。しかもこれ闇闇闇。打てる点数倍になるんで。え、そうそう。本家で言うと人の倍食らうんで。それ何倍なんじゃ？だから8倍。8倍食らうってことですかいいチートイドラさんいやしかも結構強いなそうかそうか抜きドラかあるのかアデマンあーマチゼロから生み出してるもうあとはもうあれですねドンドッとするぐらいだ解放のドラムでドラ解放してくれあ、ドラ解放しときますかやばいってそれドラ2枚増えて倍満になりましたバイマンあ、やばない12役3倍満3倍満ですねからのこの場は俺の顔だった意味がわからんこのリフシンも全て12役ってすごい中途半端なんでこの場は俺の顔を立ててなんとか13班ああまあまあまあもう一声みたいなもう一声もう一声もう一声心より誇らしく思います100万の3万2000の8倍何が起きてるの25万6000です意味不明いや無理やろちなみにでもその上がりに2年前の100倍映像100倍です打点100倍インフレしすぎやって2年後のマージャンはこれ100倍になってるから4枚やった4枚です4枚悪魔の見配ります何せーの捨て捨てのみ。パワーでできた役を加算することができる。弱っ？え？だから弱い。めちゃめちゃ弱い。まれのみ。偶然役裏ドラで100万。強すぎる。めっちゃ強いやん。リンシャンとか一発とかですね。88のみ。最初に8枚積もるが、8枚以上じゃないと上がれなくなる。まあ、スタートダッシュカードですね。最初に8枚か。トヨさん、ここで8枚積もってもらって、全部見てもらって大丈夫なんで。で、それ込みで、はい。あー。まあ。いるやろ絶対にそれなるほどなそっちねそれを切ってまでってことはもうめちゃめちゃ揃ってるもんまあでもちなみに捨て捨ての身皮でできた役言ってますよこれ自分のとは入ってないですからねえトワちゃんの皮でできた役も加算できるんで僕それ能力覚醒しすぎじゃあカード使います生きてたのか D の意志は D ドラです僕ちょっとドラ2枚切っちゃったんですよやっぱ生きてましたあはいはいすいませんちょっとで2枚回収したんで2枚切りますでこれ1枚切ってでもう1枚でリーチこれ多分ねもう僕は見てるだけなんで大体いやだってリーチでしょ真実でしょもう僕の出る幕ではないなあれなんかネガティブになられてますね何が何ネガティブフォローポジティブにネガティブやめてくださいネガティブすぎるわちょっとポジティブにねああ全然するかポジティブフォローもうするかポジティブ2枚使っちまったよし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 どんな顔してんだちょっと待って教えてもらってナチュラルに手分けた方がいいんですかこれはそこだけ顔見せてもらったらいいんで体はいいんで顔だけで顔だけでマッチだけでいいんで裾短期っす裾短期裾短期頭おかしいよもう僕ポジティブなんでねほらリーチですねやばいさあ来たマイマイ確定のどうしおーい危ない常にここでカード使います弱いってのは罪なもんだ町あまりにも弱いんで町変えます町変えますあまりにも弱いんでこいつ何今そうやな生きてそうなところはどこも死んでるあれこれ強い町なくない3品町にしときますはい絶対強くないよロンええいやいやおかしいおかしいこんなぬるっと切られるのおかしいロン
したいんです。フォローしたいですね。ジェット身代わりで使うとこかな。ジェット身代わりで、まあ、ちょっとこっちにやったな。あー、ロン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 、ごめん。お前も船降りろ。いやいやいや、お前に希望なんてねえんだよ。男がグダグダ言うなって。バスターコールでそいつぶっ飛ばします。バスターコールでここぶっ飛ばさない。でもなんか分からんけど、もうこれがバスターコールでぶっ飛ばすもん。じゃあ3匹。もうご利用しなさい。何もするな、ピザル。いやいやいや、そんなん見とらない。いやいやいや、何もするな。待てさすが弁明。通りました。いやちょっと腹立つな。通りましたか。せっかく仕掛けに行ったのにな。じゃあロン、いやもういい父といドラドラ。あー、うらうらうらよ。何やったんすか、ちなみに。いや、なんかよくわからんねんな、なんか俺が開けるときの音。カード4枚補充します。せーの。おそうその実、3列目で上がると役満になる。ためための実、手配とは別に3枚まで保管できる。まあ、ストックっすね。切らんでもうここに貯めとくみたいな。捨て捨ての実、自分の捨て配をターチャのところに捨てる。強っ。めちゃめちゃ強い。何これ。ゴミゴミの実やん。いや、僕はでも役満になりますからね。え、1回だけ。いや、ずっと。いや、意味わからんって、もうずっとずっと頭おかしくなるやん。捨て捨てかな。で、怒られるですよね。リーチって言ったらダブリになるんですよね。そう。はいはい。ちょっとだるいな。もうお前ムカつくな。お前ムカつくな。文句あるか。きついな。文句あるじゃないな。文句ないです。文句ないです。ちょっと言っただけ。感想を言っただけです。ウルさん気づいてないですね。僕おそうその身で3列目で上がった役満ですからね。忘れて気づいてないなって。完全に忘れてた。こっから僕役満です。もう何を上がろうとリーチしたいです。あー、ダブルリーチ。俺と決闘しろ。台湾よ、台湾。ウルさん、これ僕と決闘なんで僕も役満になります。いや決闘なんで。同じ土俵にすんだよ。伝統笑いみたいな。うせろうせろ。ちゃこちゃうるせえ。暴言やん。考える最悪の事態にしよう。最悪や。よしよし、役満対決。てかリーチでよかったんですよ、逆に。それあれやったらチームになってましたよ、リーチ打たなかったら。役満なんて大丈夫です。決闘で役満なってる。ああ、やばいな、あれ。役満っすもんね、あれ。当たり牌も他人とこ捨てれる。やばすぎる。やばすぎる。じゃあリーチします。そしてカード使います。人はいつ死ぬと思う。イースーソーを切った時だ。ザキさん、イースーソー切ってください。持ってたら。持ってなさそうやけどな。いや、今後イースーソー引いた瞬間に切ってください。決闘、ね、はい、に巻き込まれて2人で戦える。皮はちゃめちゃなってる。見たことないぐらいの。あー、ツモだな。えツモ、え、ツモりたいな。でも通します。通します。通します。まあ、安いっしょ。そうっすね。悪いな、俺今動けねえ。展望払えないです。私は最強。そこらも知らない。無敵。いや、最強なんで。最強。なんかこいつ何とかしてくれんじゃん。こいつこれ何してんの。出てただけやん。このローピンストックします。悪魔の御能力でこのローピン積もらずにストックします。だからもう続行します。え、続行します。あれ、使い切った。これは2枚あるぞ。やばい。カブキリで回避、回避してここにやります。やばい、帰ってきても本当にすまんことじゃ。謝んならそんなことすんだよ。まあロンっすね。リーチ、ピンフ、ドラ1、おそおそ役満ですね。どう負けたか。何がやねんお前。何がやねん。ちょっと待って、終わった。なんでこんなカードやねんこれ。せーの。フリフリの実、ターチャはツモゴーラしかできなくなる。まあ、フリテン状態ですね。泣き泣きの実、モデルリーチ、泣いてもリーチすることができる。マネマネの実、3回マネマンをすると役満になる。だから僕が3巡、ザキさんのマネマンしたら、その瞬間から役満になります。最初3巡で決まるっていう。はい。持ってないよ。10枚いけ。あれが、あ、まだ、はい、ゴミ。はい、火の能力した。くそー。これ面前ですから。なんかすごい難しそうなカード持ってらっしゃいます。さてか、ずっとこいつの正体がよくわからんねんな。まあでも一人ね、あの非能力者おるから。じゃあリーチしようかな。まあリーチぐらいはいいか。すごい、なんか当たり前のことを言ってるカード。まあリーチ、ショッカーリ、あ、ちょっと待って、フリフリの実か。そうですよ。ロンできないですよ。ああ、そうか。ここでめちゃめちゃ強いから、もうこれ。いや、マジか。まあでもリーチか。リーチしたいです。うん、はい。でもね、ロンしたいですね。はい、始まりました。はいはいはい。まあ俺はいいけど、エースが許さんって言ってるんで。まあまあまあ、別に僕はいいんですけど、ちょっとエースがダメ言うてるんで、その方は通らないです。エースが許さんって。じゃあ、地面の下にうずめてあげるわ。横から。どいつだ。エースはもう死んだ。エースが。え、ちょっと待って、ちょっと待って。こっちに加担すんの。ちょっと待って、エース行って。きついな、これ。世界をひっくり返さねえか。手
れ替えましょう。いやいやいや、ちょっとスタート。スタート。強すぎる。喋れない。いやいやいや、ないやねんこれ。なんで入ってるのこれ。喋られん。喋ったとてもいいやろこれ。キノコがないやねん。キノコ、これ死なないキノコだ。そのお前が死ぬんだぞ。いけるかい。わかりました、わかりました。もう最後これしかない。もう生きるも死ぬも天任せよ。これ論なんですよね。2分1でガチャガチャします。運転します。ガチャガチャして、もしも急走が出たら回避ということで、これはもうしゃない。じゃあザキさん選んでください。数走やったら僕は死にます。うん、2分1、はい、いやまあこっちやな。ロン。はい、ちょんぼです。俺は海賊王になれねえ。なんやねんこのカード。でも無理なんやけども。ゴロンされましたね。ってことはまあ僕は通ってザクさん上がり放棄ですから、ゴロンなんでね。いくー。あー、積もりたい。積もりたいです。ちょっとねじまで入れるやつは何かといいですよ、上がり放棄を。あー、じゃあなんかこの分からんけど、こいつどうにかしてくれへん。なんかもう強そうじゃない。なんか偉いと思ってます、うん、なんか偉いよ。俺は偉い。空の玉座に座ってることもしかして。多分こっちの方が強そうじゃないですか。なんかモーガンの方が偉いっす。ああ、そうそうだよ。ウルイさんが今一番この場では偉いんで。いや、でも起きるしかないわ。あ、積もりたいです。取り消すわけにはいかねえかな。いいカード持ってんな。カードない。いかねえかな。キレ気味やもん。ちょっと泣いてるやん。リーチ。やばいやばいよ、やばいよ。泣き泣きの身なんでリーチできます。あ、積もりたいです。いやーマジこれ無理なんだよな。ほぼお気持ちやから。じゃあ手挙げときますわ。積もう。まあぼちぼちかな。まあうん。なんか使え。なんかもう勝者だけが正義だって。あー、僕の正義ってことね。いやでもなんかもう腹立つからもうええわ。何やねんこれほんま。せーの、バキバキの実。強そう。強そう。必ず振り込んでもらえるが、ターチャンがテンパイすると必ず補充しなければならない。ちょっと入りバキバキっすね。入りですか。入りたん。誰かがリーチ言った瞬間に弱くね。でも先手取ったら絶対割れるんだよ。読み読みの実、自分の顔から5枚入れ替えれる。ツモツモの実、モデルゼウス。ツモホーラが天地砲になる。え、ツモって言った瞬間にチンホーです。めっちゃ強い。あ、でもローンはあかんの。ローンはダメです。じゃあバキバキの実の能力使います。張ってる。黙ってんすか。黙ってんす。一旦ね、一旦黙って。チーピン待ちってことですね。天地ピンです。それを絶対出さないといけないと思う、はい、乗ってれば、はい、お願いします。はい、はい、あの手順をお願いします。そうですね。実はなんですけど、ここに一応もう一人プレイヤー座ってて、あのエネル座ってたんですよ。ちょっとエネルが切りました。何やねん、どういうこと。僕の顔では切ってないです。エネルが切ってました。エネルすごい顔になってる。だから当たったーって。エネルならローンしてもいい。いやでもただ僕らノーダメなんで。あ、でも今エネルが切ったとこなんで同順なんで。あ、そうやね。で僕今チーピンないんで。ちなみにね、僕もチーピンなくて。これだからセーフです。はいはい。あ、変わりますねこれ。リーチですね。いや、どこ待ちですか。9ピンと9ピンと3層。エネルが主語エネルやめろ。エネルが待ってたって言ってたんで、この酸素欲しかったみたいです。エネルこんな部屋があるからいけない。間違いない。黙って勝負を見届くのエネル復活です。情けねえ顔すんじゃねえよ。なんかわからんけど、もう聞いてもらう、聞いてもらう。いやでも人として恥ずかしいと思う。自分のことで聞いたもんね。だって俺らの方が恥ずかしい。この方が恥ずかしいよ。弱いな。カード何枚？ゼロ枚です。ゼロ？カード使おうかな。行かないでくれ、寂しい。やっぱ三蔵置いてる。絶対帰ってくれこいつら。全くいい人生だった。ちなみにでもその上がりに2年前の100ベース映像。100倍だてに100倍。やばいねんけど、マジで。返せる返せる。まあ、ちょっと待ってよ。食らうしかないみたいな。食らうらしいです。はい。え、三安保トイトイ。え、2万4千は240万。240万です。インフレしすぎやって。240万。100倍強いから。親なんで。あ、親なんで。36000の100倍やから。360万。聞いたことないそんな。2年後のマージャンはこれ100倍になってるから。360万点です。飛びましたね。取り返されへん。めちゃめちゃ強い。あ、強い。これ強いです。せーの、コクコクの実。13種違う牌を集めるとコクシムソウになる。めちゃめちゃ強くない。え、もうハイパイで。カミカミの実、自分で作った役を追加できる。勝手に作れる。カミさんまだ始まる。サイサイの実。ホーラ宝珠陣出た目の倍率になる。まあ例えばザクさんが上がった場合、最後にサイコロ回してこの倍率分になります。最高12倍になるってことでしょ。食った時にサイコロ回して。いやいやいや、弱くね。天保国士の人いるのにこれ弱くね。え、ちょっと待って、天倍っすね。誰このクソクソの実。ゲーム崩壊してる。ここにあるやつを
積もり直したらいけるってことですか。そうですね、ちょっとパワーバランスですかね。考えろよこれ。あ、それポーします。ポーポーします。あ、ポーですね。もう分からんそれ。あ、やばい、積もりたいです。バーヤ。まあ僕も入るんですよね。バーヤですもんね。いや断る。一切の思考と自我を捨ててもらおう。一切のもう考えれないですよ。ウルリさんもすごく今偏差値低いんで、もう何も考えれない。っていう攻撃ですか。誘導始まったよ。その攻撃僕に当てようとしてます。残念ですね。神などおらぬ。もうそんなもう神みたいなのやめてください。無理。じゃあ一回切るか。おお、いけたいけた。おお、よし、相撲ですね。愚痴を慎め、無礼者。よしよしよし、愚痴を慎め。慎められてるよ。いやいやいや、そらそう、そらもうヘイトが溜まるのは当然。よし、積もりたいです。マジで積もりたいです。あのふざけた家吹き飛ばしてくるからよ。完全にふざけてるんで、これなくなります。これなくなったんですか。さすがにこの家ふざけてるんで。僕神さんですよ。何でも役作れるんですよ。回収でいい。回収してもでも上がれるんじゃん。まあそうですね。身の危険ですね。いやこれどっちもエグいですか。神様の方がマシかなこれ。まあ一回見てみます。じゃあちょっと聞いてみたいからね。どんな役。神様どんな役言うんやろな。やめろや。さぞおもろい役言うんやろな。見たことないやつ。絶対滑る役じゃない。ちょっと待って。どうなったよ。漢字いっぱい。サゲのことは幸せ。許してやれ。漢字いっぱい。うん、マガンです。マガンやよ。それ300万点取り返そう。大丈夫、いける。なんか、役つけていいよ。東北。いいね。東北いくら。幸せだって。いや、諦めんなよ。無謀が承知、もっといこう。無謀が承知、もっといこう。東北で。東北。それ何点。これで150万。どうぞ、いいね。いいね。次は。心臓めっちゃ速いね。はよ、次行こう。まあ、今の絶対入れてな。せーの。立てたたの実、瞬間を交戦することができる。石石の実、開始時にターチャの牌を一つ指定する。その牌は捨てれなくなる。泣き泣きの実、モデル貫通。風呂時にシンドラがめくれる。ポンでも新しくドラがペロンってめくれるって感じですね。でもみんなめくれる。弱っ。もう一個食います。いやいやいや、たまにはね。そんなに食えんの。オールオールの実、自敗がオールマイティ牌になる。え、強すぎやろ。これは強い。ちょっと強すぎるわ。いいの。まあこれもね、ちょっと弱いんで。まあ俺だけ2つ食っていいよ。いいっすよ、情けね。あ、そう。僕360万って上がってるんです。瞬通が交通になるはだいぶ強いっすよ。ピンフレスワンこれ。そうってんじゃないかな。嘘だろ。自敗オールマイティーなんやもん。自敗オールマイティー。確かに確かに。そうっすね。死を。じゃあ、おわたさん、この5問は一生忘れます。俺にこう持ってもらって。何やってんだお前。何スモールやめてほしい。スモールやめてほしい。チームを消された。チームをやめてほしいな。このカードなんかむずいなぁ。あ、迷ってます。あ、戸惑いことが人生だよ。あ、もう迷ってるからもう次行かな。もう戸惑いことが人生やったらええやろ。2対1不利やからな。ちょっとじゃあこんなもうすぐですから。裸になりおどけていたということで、まあ、オールマイティで全部泣いてください。なるほどね、裸短期になっちゃう。ちょっと待てよ。いや、若い目をつぶんじゃない。そんなことするんじゃない。そうやな、そのレイリーちょっとアイスタイムでカチカチにしときます。いやいやいや、アイスタイム強いな。カチ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 です。これ泣かなあかんの。これだから裸短期になって待ち出してもらったんじゃないですか。パーンっておどけているってことだ。どういうこと。なんか増やされてんねんけど。になって待ち教えてくれるぐらいじゃないと驚けてないでしょ。おー、まあ、そうね。お客さんだからこれ装備カード増えてるんじゃないか。戦いやってきましょう。ルール知らんっぽいな、あの人。いやいや、まあ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 、ポンですね。急に怖くなくなってきた。いやでもトイトイにすればいいから。で、自敗引いたらもう強制的に泣けるから。ああそうやね。まあ別に弱くはない。自敗ちょっとかな、これ。あれ、泣き泣きの身です。うわ、そうか、シンドラがめくれます。あ、てかこれ石石の身使ってない。いいですね。できてきてる。これ魔法いつやね。でも逆に最後自敗残されたらえぐいことになりますもんね。あ、確かに無限無限待ちですかね。ポン。やばい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 。え、おどけているんでしょ。いや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 、おどけるはなしよ。シンドラキューピンです。これはさ、トイトイなんすよね。トイトイ。え、だってオールマイティで泣いてるんやから、これは急走扱いなんすよね、全部。あー、そうですね。チンツトイトイか。そうそうそう、チンツやん、これ。まあまあ、自敗じゃない。カンしないですね。カンしない。あ、ほんまや、これカン。カンしていいじゃん。レンション解放。あ、やばいやばい。あれ無限論になる。ほどけてる。でも見逃す可能性もある。ピンズはちょっとトイトイのみになっちゃう可能性あるから。ロシアルーレットやもん。危険損ねた方のマイケン、これマジで。
あー、ツボだな積もりたいなぁ、ちょやばいな、ないっすね。あの、すいません、僕あの、お気持ちカードしかないキングオブお気持ちカードなんで。キングオブお気持ちカード、じゃあ、もう使います。積もった範囲、置いてもらっていいですか、ここに。積もった範囲、いっといで、バカ息子ロンロン、なんでこっち来んねん、ここに俺や、もう無理、もう背中向けられない、もう逃げれないですよ、これ以上逃げられない、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あいたたたたあいたた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 たはい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 、ここに来てこれね、せーの、羽羽の実、ターちゃんは6班以上でしか上がれない、替え替えの実、モデル席が相手と席を入れ替える、席を入れ替える、場所すらを入れ替えるっていう、クルさん、読み読みの実、当たり牌を当てるとノーダメになる、間違えてたらなぜノーダメですか、でもロン言われた時は絶対それ待ちじゃないですか、それとまあ何か待ちがあるじゃん、ああなるほど、何待ちかまであった、そうそうそう、まあ、ああなるほど、弱っ、いやまあプロならではの待ち、ああ確かに、そうそう、でザクさんは好きな時に、まあ、席が入れたら席が変わるんで、ちょっと強いな、そうか、なるほど、やっぱ新解釈使ってきたよね、なんか、あってことはもしかして復刻版入りましたいやそうなんですよ、今回ね完全新作と言いながら何枚かだけ復刻してるんで、何枚か入ってます、リーチですね、はいよー羽根番以上じゃないと上がれないですよ、でも今になって命が惜しいちょっと戻しますそうね、もしならしゃあないよ、リーチせずね完全に忘れてた身うざいなこれ、ここで消費するの早すぎるわ、じゃあまあちょっとリーチかな、リーチかな、リーチしちゃおうかな、ロンしたいです、そのリアンソー、なるほどね、いや、本当にスワンスワンフリテンにはしないんで、ちょっと一回だけスワンスワン、スワン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 一回だけね、シャーなしやで、フリテンじゃないもんね、フリテンにはならないです、これぐらいのね、条件じゃない、飛んでくれないから、ポンかな、コンボ決めたい、そこに来て、あのコンボ決めたい、コンボ言うたら俺も八部会しか出てこないいやいやいや、そんなクソザコと一緒にするあー、じゃあカード使います、今ザクさんだけがリーチしてイケイケ状態なんで、じゃあお前らの伝説のヒーローになるってことなんで、じゃあそのチューンもらいます、はい、あの僕対抗しに行きます、あの頑張って、あーなるほどね、はい、伝説のヒーローになります、頑張って、伝説のね、はい、あ、やばあやばい、あざす、ロームシャインです、シガン、あーやばい、クルーさんの方に志願しました、ヤンソーが、うん、ごめん、俺間違ってたって言ったはい、帰ってきました、見事な生き様だった愛してるぜいや、痛えのはお前だろ、まあ、これ上がれなくて痛いわ、ザキさんなんで、これやりやすわ、もう、はい、足がし、おー一切の逃げ傷なし、拾え、拾って切れ、逃げるな拾えない、もうじゃあもうこれでいいよじゃあそれロンだな、ロン発生しました、席替えします、席替え、ワタさんと席替えします、なるほど、これハネマンじゃないと上がれないんですよね、まあ、ロンリーチドライチなんですけど、はい、あのハネマンじゃないと上がれないんで、ここでスイッチングしますえちょっと待って、マジでヤバいことになってるわ、だからこれもう上がれないんで、僕が下がらない、そこで続行してもうつもぎりまして、え、嘘やろ、はい、交代します、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで言ってくんねんねんけどマジで言ってる、やばい、いやこれがコンボ、これしたかったよ、えやば、しかもカードないし、じゃあ僕上がれない、まあ上がれないよね、ヤバしかないからね、マジ知ってんねんけどこれあるな、マジでまずいようになってる、大丈夫かな、ペこれ見にくいねこれなんで競り上がってんねんこれ、行くな行くな、ちょっと待て、それはな、噛んだいやもうタイミング当たり前だろ、やだやだまあいいです、リーチマジ、じゃあ兄ちゃんこれ背景と見せかけてわからないですけどね、まあ、まあ、背景じゃないなんだろう、いやちょっと待って、いないまだ行こう、全部取ろう、いない、ちょっと待って、ドラツボの方が軽くなるから、そうでしょ、いやいやドラツボにですちょほんまに開催されて全部切るロン大三家100万いやこれコンボ決まった、マジで、いやマジで席が言われた瞬間に終わったもん、第3件転敗してたから